こんにちは。社会集団の中で生きる私たちについてです。やっていきましょう。まずは、社会集団とはについてです。私たちは様々な社会集団の中で生活しています。そのうちで生まれて最初に加わる最も身近なものが家族です。私たちは家族の中で支え合いながら成長し、社会集団での基本的な決まりを身につけます。 日本国憲法では家族の基,礎基本的な原則として個人の尊厳と両性の本質的平等を定めていますまた私たちが生活する地域社会も社会の決まりを身につけたり困った時に助け合ったりする重要な社会集団です特に近年では育児や介護防災や安全対策 伝統文化の継承や創造などの面で地域社会の役割が見直されています。続いて社会的存在としての人間についてです。私たちが所属する社会集団には家族や地域社会のように生まれた時から加わっているもの以外に学校や部活動会社のように目的に合わせて自分から所属するものもあるんです。 人間はさまざまな社会集団に所属し協力し合わなければ成長したり生活を豊かにすることはできませんこうしたことから人間は社会的存在だと言われることがあります続いて対立と合意についてです私たちは社会集団の中で一人一人が自由で平等な人間として尊重し合わなければなりません しかし人間にはそれぞれ個性があり考え方や求めるものが違うためさまざまな問題が起こっているんですこうした人間関係の上で起こっているトラブルのことを対立と言います対立は解決されなければ物事が決まっていきません例えば友達同士でどこにご飯食べに行くかといったところで 簡単な対立が起こるかもしれません対立したままではどこにご飯食べに行くか決まりませんので対立は防いでいくもしくは話し合いによって解決をしていく必要がありますよねそこで私たちは自分の意見を主張するだけではなく相手の話をよく聞きお互いが受け入れられる解決策を話し合い合意を目指そうとしています こうした対立を強引に導く努力の積み重ねによって、私たちの社会集団での生活は成り立っているんです。今回はここまでです。お疲れ様でした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。概要欄に私が作っている社会科のサイトのリンクがありますので、よかったら活用してみてください。では、もっともっともっと社会の魅力を知ってください。それでは、さようなら。